ついにラズベリーパイを手に入れました。クレジットカードサイズの超小型コンピューターラズベリーパイです。ラズベリーパイはもともと教育用途で使われていることを想定されていましたが、近年では IoT 機器の開発とかにも使われているみたいです。そんなラズベリーパイを今日は少し遊んでみたいと思います。今回の動画はラズベリーパイのセットアップをします。まずはじめにラズベリーパイを使うための最低限必要な道具を揃えます。こちらラズベリーパイ4本体です。今回は 4GB モデルを購入しました。いろいろ調べてみたんですけども、 RS コンポーネンツで買うのが一番安かったです。送料入れても7100円、しかも1日で届きます。概要欄の方にリンクを載っけておきましたので、もし購入したい方はそちらからどうぞ。ちなみに Amazon でも購入できますが、600円ぐらいぼったくられます。次にマイクロ HDMI ケーブルです。これはディスプレイとラズベリーパイを接続するのに使います。2本セット Amazon ベーシックで1100円でした。これはラズベリーパイ4専用のケースと電源です。ケースは必要ないかなと思ったんですけども、ヒートシンク、冷却ファン、電源がセットになってて安かったので買ってしまいました。2000円です。次に OS 書き込み用のマイクロ SD カードです。これは家に転がっているものを使いました。32GB 以上の SD カードも使えるみたいですけど、フォーマットの設定が少しめんどくさいらしいので今回はやめました。そして最後にマウスとキーボードです。これだけあれば最低限ラズベリーパイを動かせます。それでは早速開封していきます。今回購入したのは 4GB モデルです。ラズベリーパイ4なんですけど、今回のモデルからはですね、メモリーの容量が選べるようになっています。まあメモリーなんで多いのを選んどけば間違いないと思います。なので 4GB モデルを購入しました。ちなみに 1GB、2GB、4GB モデルの3つから選ぶことができます。裏面はこんな感じです。 SD カードスロットと擬的マークだけですね。今回のモデルからなんですけども、 USB3.0 が追加されました。また有線 LAN についてはギガビットイーサーネットでかなり速くなっています。使い勝手いいです。電源供給についてはマイクロ USB から USB-C に変更されています。ビデオ出力なんですけども、 4K 対応のマイクロ HDMI が2つあります。前回のモデルだとビデオ出力が1つだけだったので、ここら辺はかなり大きな進歩だと思います。 CPU 速については前回のモデルだと 1.4GHz 4コアだったんですけども、今回のモデルでは 1.5GHz の4コアになっています。 0.1GHz だけ高くなっています。なんだ 0.1GHz だけかよって思うかもしれないんですけども、こちらのベンチマークの結果を見てもらうとかなり性能は上がっています。これはラズベリーパイの公式サイトから持ってきた CPU のベンチマークの結果です。一番下がラズベリーパイ4、今回のモデルです。だいたい3倍から4倍くらい CPU の性能が向上しています。次はラズベリーパイのケースを組み立てます。今回買ったケースなんですけども、ケース以外にも冷却ファン、ヒートシンク、電源がついていたのでお得だったので買いました。こちらはケース本体です。アクリルでできているのでかなりしっかりした印象です。質感もかなりグッドです。ケースの底に貼る滑り止めシートも入っていました。こういう細かい気遣いも嬉しいです。これは CPU とメモリーに貼るヒートシンクです。4つ入っています。これは冷却ファン、ラズベリーパイの GPIO のところから電源を取るようになっています。電源電圧でハイスピードかロースピードに変えられるようになっています。最後に電源です。こちら USB Type-C です。ラズベリーパイ側の電源の要求は 3A 以上となっています。こちらの電源 3A ですのでちゃんとクリアしています。 USB 充電器なんかを使う場合は 2A までしか引き出せないので注意が必要です。次にケースを組み立てます。ケースは層状に分割されていて、その分割された層を積み上げていきます。ヒートシンクは CPU、メモリー、あとはよくわからない IC2 つに貼り付けます。ケースの天板にヒートシンクファンを取り付けます。ヒートシンクに風が直接当たるような方向に取り付けます。ちなみにこの映像は間違えた方向で取り付けています。風量の設定なんですけど、とりあえず 5V でやりたいと思います。最後に天板部分をネジ止めして、そして底面部分に滑り止めゴムを貼り付ければ完成です。電源の USB-C ケーブルなんですけど、こちらにはメカニカルのスイッチがついています。なのでこちらでも電源オンオフすることができます。このラズベリーパイなんですけど、電源をシャットダウンしてもなぜか CPU ファンだけは回り続けていたので、多分これでオフするんだと思います。
ファンの風量設定なんですけど、5V だとちょっと高周波音が気になるかなーって感じなので、実際には 3.3V にして使っています。ケース組み立ての時の注意点なんですけども、ネジを強く締めすぎない方がいいです。きつく締めるとこのようにアクリルが割れてしまいました。ここまで来たら次に OS のダウンロードとインストールをします。これは今自分の手持ちのパソコンでやっています。OS のインストールなんですが、左側の Nubes という OS のインストーラーのようなものをダウンロードします。トレントを使ってダウンロードするか、ZIP ファイルを直接ダウンロードするか選べます。ZIP の方をダウンロードすると10時間くらいかかるので、トレントでダウンロードするのをおすすめします。トレントダウンロード用アプリなんですけど、今回はミュートレントを使いました。3分くらいでダウンロード完了です。10時間も待てません。ダウンロード完了後、勝手にシードとしてトレントがアップロードをし続けるんですけども、私はこれが嫌なのでトレントごとアンインストールしました。次に SD カードに先ほどダウンロードした ZIP ファイルを書き込みます。SD カードに書き込む前に、まず SD カードをフォーマットしておく必要があります。今回はラズベリーパイ推奨の SD メモリーカードフォーマッターを使いました。概要欄にリンクを載せておきます。フォーマット完了後、ダウンロードした ZIP ファイルの中身をすべて SD カードにコピーします。これはコピー&ペーストで OK です。次に OS をインストールします。先ほど書き込んだ SD メモリーカードをメモリーカードスロットに差し込みます。HDMI ケーブル、マウス、キーボード、LANケーブルを差し込みます。LANケーブルについてはあってもなくてもどっちでも OK です。なぜならこのラズベリーパイ Wi-Fi でも接続できるからです。最後に USB-C ケーブルをつないで電源を入れます。電源投入後こんな画面が出てきて、そしてインストールする OS を選びます。一番上のラスピアンフル（Recommended）を選びました。 OS のインストール自体は30分くらいで終わりました。インストール完了後自動的に再起動となりまして、そしてその後さらにセットアップを続けます。言語とタイムゾーンの設定、パスワードを設定、そして Wi-Fi ネットワークの設定です。これらの設定が終わると最後にソフトウェアのアップデートを要求されます。これが結構長くて1時間くらい待ちました。ソフトウェアの更新が終わるとやっと使えるようになります。ここまででだいたい2時間くらいかかると見といた方がいいです。このままだと日本語の入力ができなかったので日本語が入力できるように設定します。左上のメニューをクリックして設定、さらにラズベリーパイの設定をクリックします。するとこのウィンドウが開きますので、このように設定します。キーボードのモデルについては適合するものがありませんでした。なのでジェネリックのものを使用します。レイアウトは日本語です。次にコマンドラインを開いてこのコマンドを入力します。これは日本語入力のインストールです。インストールが終わると日本語入力できるようになります。知りたい人がいるかどうか分かりませんが、とりあえず SD カードの空き容量です。ここまでインストールしといて 18.4GB の空きがあります。次にどれくらいラズベリーパイが使えるかについて見ていきたいと思います。最初はウェブブラウジングです。特に動画閲覧なんかが処理能力が必要なので、そこら辺を見ていきたいと思います。動画閲覧なんですけども、はっきり言って使えないです。今フル HD で見ているんですけども、若干カクつきます。そして激しく動く場面とかだと映像が乱れます。こんな感じです。 YouTube 側の画質設定を落とすことでカクつきは改善できましたけど、画像の乱れについては改善できませんでした。ちなみに動画閲覧時の CPU 使用率は 30% から 60% くらいの間を行ったり来たりしています。そもそも動画を見るためのデバイスではないと思うので、ここら辺は仕方ないと思います。ついでにスピードテストを使ってネットワーク速度の測定をしました。イーサーネットの性能を測るためです。こちらが結果です。下りが 100MB、 上りが 200MB です。光回線なのにちょっと遅いなと思って、コマンドラインからも同じことをやってみました。こちらが結果です。ダウンロードが 810MB、 アップロードが 609MB でした。この理由なんですけど、ブラウザ経由でスピードをテストした場合、CPU のリソースがこちらに使われてしまって、結果として通信速度が遅くなったのではないかと考えられます。これ以外の機能としてはですね、もともとラズベリーパイって教育用の低価格コンピューターとして作られましたので、プログラミング言語がですね、最初からこんな感じで入ってるんですね。
こんな感じに簡単にプログラミングができて、でしかもラズベリーパイってネットに接続ができるので、簡単に IoT デバイスとかも作れるんですね。次回以降ですね、そういった動画を作っていきたいと思います。それでは動画のご視聴ありがとうございました。もしこの動画気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは動画のご視聴最後までありがとうございます。